はい、というわけでですね、今日は用語の買い出し、久しぶりの自転車で行こうと思います。4ヶ月ぶりかな。で、試しにヘッドマウントでエースプロデワープで水平維持でやってみてます。行きは通常のモードで、帰りはピュアビデオでやろうと思います。やっぱりチャリ速いな。このね、フォックスのエアサス全然空気抜けないんですよね。タイヤはめっちゃ抜けてましたけど、意外にこのチャリの、このヘッドマウントも含めてですね、アングル結構難しいんですよね。今日はだいたい気温が4度ぐらい、結構寒いですね。天気はそこそこ良かったのかな。で、今日はエースプロ裸の状態なんで、内蔵マイクです。前回家でマクロレンズのテストした時は結構拾ってたんですよね。楽しみです。雪ないっすね。いつものところに止められるかな。帰りはピュアビデオで行きます。だいぶ行きより暗くなってますね。
急速に溶けてきてますね、雪は。この辺風切りもきつそうだな。はい、じゃあということで、ほぼ備忘録のエースプロ Vlog をそろそろ終えたいと思います。ガレージの見え方も違いが気になりますね。モードで。